さあリザたち2連ビクロやるか。さあリザと残り3パーティー、さあ一体どこにいるんだ。え、さあここはペポは回復勝負で、さあ無理だった。さあ目の前の人一人倒せば1位だが、さあここはリザたち追っていく。ん、まあ倒せたな。なんだって、うんうん、なんて言ってかわかんねえな。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へレッツラグ。ちょっとここ隠しとくか、一応ね。ちょ、みんなここ隠すな、一回。うん、一回隠して、ネタバレされないようにするな。はい、どうも、ハリケンです。どうも。コメントできない人はチャンネル登録すればコメントできるんでね。あ、よかったらね、今2万人見てるんで全員高評価をしてください。はい。そしたら明日もやる気出て、クソおもろい配信できると思うんで、よかったらね、高評価よろしくお願いします。どうも、ハリケンです。マウマウフィンフィンさん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 。ゲンゲンザイ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 。ノコノコリリー20、21、1、2、2、2、2。いい、大体どうどうカツカツこととできるのでしょう、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 しょう。さあ、目の前考えるな、感じろが。グライダーを飛んでいる。さあ、目の前いることを気づいたワイルドオーク。さあ、プリエディットして、さあ、ここは。さあ、これプリエディットってやつですね。皆さん、これプリエディットって言うんで、今日はそれを覚えて帰ってください。さあ、目の前、いけるぞ、これ。プリエディットが通って。はい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 。はーい、2匹。さあ、地獄へ招待。全部倒して資材をゲット。さあここはいつでもキルを狙っているシュンシャン。さあ目の前逃げ遅れてる敵がいるが、さあここはアンチダメージ食らって死んでしまった。さあ現在5位。さあ全部でさあ7キルしている。さあ目の前の敵倒していきたい。ワンボックス入って、ここはうまい。ヘッドショットとアスルトライフルの押し付けでしっかり倒して金色のアスルトライフルゲット。残り人数5人。さあ目の前ゴッドが降りてきたところ倒しに行く。残り1ミス少ない。しっかり屋根置いて、さあここは危ない。さあ倒して回復できる。さあチャグバズを味方に上げて回復勝負をしようとしているが、さあ味方はしっかりついてきているのか。さあ上から落ちてきた人間、これはカウンターうまい。さあピナを倒したが、ここはかっきり間に合わない。さあルナも1人倒したいが、ここは3位で。え、なんでシュンシャン生きてんの。あ、さあシュンシャンがもらったのか。さあシュンシャン生きているが、上からのアサルトライフル。さあ勝っていったのは、お、リザートたちじゃん。さあシュンシャンたちもギリギリ生き残ってるが、上を取っているのはこのチーム。さあリザートたちがしっかりとハイグラを取っている。さあリザートたち2連ビクロやるか。さあ残り人数4パーティー。さあ下の方は勝手にやり合ってくれているが、おっとこれは。さあ上誰か取りに行ったか。さあルイサナいるが取りにやってない。さあリザート残り3パーティー。さあ一体どこにいるんだ。さあ下に1人いるが、え、さあここはペポは回復勝負で、さあ無理だった。さあ目の前の人1人倒せば1位だが、さあここはリザートたち追っていく。アサルトライフル資材がないので、ここはキル。2連ビクロイで64ポイント。これ上位いったな。さあ3人残っているのは強みか。さあハイグラをここで落としに行く。あまりにも硬い。ミニポー飲んで、さあギリギリまで耐えます。さあ目の前落ちてきた敵を倒したいが、これはいけるか。倒したことになったか。さあ A2 コアがしっかり倒して、残り人数6パーティー。さあフロッパーを落としてくれている。これハイグラ、ちょっと待って。さあ一番上に、一番上ハイグラに、さあ2人いるが、ここはアサルトライフルで撃っている。さあ落とせるかこれ。え、あるよあるよ。さあ上の人間は全員で逃げているが、これ耐えきれないだろう。さあコア回復勝負をしていく。さあ足りるか。現在4位、残り2パーティー。さあどっちが勝つ。さあ回復はもうないが、チャグバズの音がする。ここはまた2位か。うわー、さあ2位だが、ポイントは稼いだ。シュートたち本日3回目の2位です。上と下の差が激しいが、ここでハイグラを取りに行く。さあボムハイグラバトル、ここは縦詰めミスったが、さあ上を取られてしまった。目の前、さあスイッチを一発当てて、さあ直発で回復。さあ無理はせずにセカンドハイに急ぎます。いやー今惜しかったね。ちょっと縦詰めミスったな今のは。さあ降りながら目の前の敵、さあ倒していきたい。さあ降りてきてるぞ目の前。さあワンボックスラル君が倒している。さあここはボムオープン。さあジャンパーを使って戻ってくる。さあゲーム IQ 高い。しかしハイグラにまだいるな。うわー上、さあ1位のチームがいるね今。さあ僕たち1位のチーム倒すことができるのか。危ないね、今よう戻ってきたな。
さあ上から落ちてきた人を一人、え、さあ1位のチームを倒して、ボブここはうわー、ショットガンに持ち帰れなかった。さあまだルリが生き残っているが耐えれるか。さあアンチの中に入ってるのはルリ、え、これさあしかし上から一人やっ、うわやっば、うわマジ、ちょっとこのマッチはダニエルとリザートがどうなるか見ようぜ。ダニエル、ダニエルバカ強いでお前ら、だって1位だよこのマッチ。ダニエル多分明日確定だねこれ。ダニエルハイグラです。さあハイグラを取っているのはダニエル、残り人数11パーティー、さあハイグラのダニエルです。さあダニグラのハイエルです。さあダニエル、ここはバンテージを巻いて間に合うか。さあ私ダニエル間に合うよ。さあダニエル、ここはハイグラで、さあ回復勝負をするか。ダニエル、おっと、さあここは飛んで、さあ下に降りていきますダニエル。さあ身長差が売りですダニエルは。さあ武器も持たんとデカポを持って、さあ倒しに行こうとしてる。残り6パーティー、今来たけど誰、俺も知らない、俺もダニエルが誰なのか知らない。あダニエルお前武器持ってって、さあ素手で、さあバットだけを持ってダニエル。さあしかしダニエルうまいぞ。さあ1キル取って、さあもう1キル、うまっ、めちゃめちゃうまくて草。さあダニエル6パーティー、後ろから撃たれたダニエル。さあ残りリーズ6人、さあ目の前の敵倒したかったがここは倒せず。さあダニエルの相方、さあナナミンが、さあ勝つことができるのか。さあ目の前にいるが倒すことができるか、これは無理だ。ダニエル3位です。さあ乙女の HP がある、さあチャグバズ対決になっているぞ。目の前にアダム水、さあ回復勝負からキルに行って、ここはさあ誰かが勝ちました、おめでとうございます。さあシュートがやられちまったが目の前ワンボックス、さあ1人ネクサスの、さあ人を倒して、さあ角キルまで入った。さあキルポがまた増えた。さあ現在9キル目、さあ目の前ワンボックス落ちてきたところ、うまっうまっさあ資材は全部取れたか。さあチャグバズもしっかりとリベル君が奪っている。さあマウフィンが回復勝負するのかどうか分かんないけど、マウフィン回復勝負だね。さあここはマウフィンに回復を上げて、さあ目の前、さあヤングを倒したことになったがここは落とされてしまう。しかしマウフィン、さあここは回復勝負で余裕で勝てるか。さあたくさんいるぞ回復勝負してるやつ。さあ達也が一人で上で回復勝負してるが、マウフィンの回復の方が多い。さあバンテージも負ける、うまい、これ勝っただろ。おさあ目の前シュンシャン MRE 金子にアサルトライフル2、3発当てていった。さあこれは一人浮いてるのでシュンシャン倒すチャンスだが、さあもう一発当てている。さあいいね、いい感じでアサルトライフルで圧をかけている。さあよしお、うわいった。さあなんなんだそれ、あさあ卓勝取ろうとしてますねシュンシャン。そうなんだ、ハープンガンの代わりなんだもうこれって。シュンシャンがスナイパー持った、お、はいはいはい、シュンシャン、あシュンシャン、あパララパパパパ、シュンシャン頑張れ。よしちょっとあの方にも応援してもらおうか、ちょっと、おいシュンシャン頑張らんかいボケ、踊りが勝てなかったらお前誰が勝てる言うねんお前。お前ゲームうまいんだから余裕しゃくしゃくで通らないといけねえだろうがよい。さあ運悪く、さあこのチームのアンチは、おっとそれ当てたら神だぞ。いやいやここは勝てへんですでね。うまっ、ああいやいや、なんやって、いや違う今のはちょっと声が裏返ったんやボケ、俺があんな女の子みたいな声出すわけなかろうがバカだろよ。お前そんなもん、びっくりした。それはどうだろう、えぐいで、お前ほんまに。あ、もうなんかもう、わしの時間も終わりらしいわ。またみんな明日出てくるさかいな。明日の配信も見に来てくれよな。じゃあな、ほなここでおいとまさせていただきます。みんな残りもシュンシャン応援したってな。ほな、さいなら。いや、ということで、マフィケンさんに。マフィケンさんに出てもらいましたね。いや怖いですねやっぱマフィケンさんは。
ギリ人情が硬いですからね、マフィケンさんはね、だいぶ。さあ、残り人数6パーティー、13人です。馬落として1人ローダメージ、カウンター決めて、ジョザもロー HP、2人一気に 2E1 だがやられちまう。さあ、残ったのはハルキオ。さあ、緑タクショで目の前に敵倒せるか。さあ、ここはやられていきました。さあ、下ではチル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 が、さあ、1人倒して、さあ、3人全員生き残っているクレノチーム。さあ、目の前のライルを倒して、ライルか、館内が倒して、さあ、上ではボットさんが HP 回復。さあ、残ってるのはライバリアビリーさんだね。さあ、回復アイテムいっぱいあるぞ、一応。さあ、一応回復アイテムいっぱいあるが、さあ、ボットさんはまだ暗潮の中。これはリアベリーさん足りないな。これは足りる。ジャンパ使って上に行って、うわー、倒しに行ったが、最後はボットさんが勝ちました。さあ、見ていきましょう、 FNCS 予選1位。さあ、明日駒を進める33人はこいつらだ。さあ、1位からボブたちが1位通過だよね。ちょっと待って、ボブたちが1位通過、おめでとうございます。強いね、ボブたち。さあ、明日もこの調子で1位取ってクオリファイ決めてください。さあ、2位がアルバヒロ。さあ、クレンたちが最後の試合勝って147まで上げてきたと、ダニエルが5位です、おめでとうございます。リズアートたち6位まで来てる、強い。マウフィンたちも10位。マジで危なかった、途中怖かった。ナイス、予選突破で、残りの人はまあここで5分の4は消えるんだからね。うん、そうね、ここで5分の4は消えるからね。またここでいけなかった人も来週頑張ってください。そんでもって33位以内に入った人は、明日6マッチ真剣勝負で戦うのを私も見ますので、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。よかったら最後、高評価とチャンネル登録だけしてくれたらありがたいです。それでは今日は配信お疲れ様でした。また明日の配信でお会いしましょう。FNCS どうなるか、予選第1周で突破するのは誰か、気になるところは明日見に来てください。それじゃあ、お疲れ様でした。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね。バイバーイ。